ということで、本日のゲスト、おっちょこ美魔人、水野愛役、種田り沙さんです。お願いします。皆さん、こんばんは。 フランシュシュ3号水野愛役のおっちょこピマジン誰といっそでよろしくお願いします嬉しいただはキューシュそれそうですやばい本人目の前にして一番大事な情報ありがとうゲストにまず来てもらってこのラジオに来たくて来たくてしょうがなかったのでフランシュシ最後のゲストというよ。そうなんだ危ないアニメの親が終わる前に鳥よ鳥よいやありがとうございます鳥ですよ愛さんどやややんすどやややんすですけど まず私はもうタネちゃんおタネって呼んでるんですけどおタネのイメージがすごいあっておちょここどうういとですかなんかね本当にね毎回ね例えばそのライブとかリハもそうだし衣装合わせの時もそうだし例えば何か撮影の時もそうなんだけど彼女のその自分プラスタネだりさプラス 水の愛に対しての、その、近づけ方とか <laughs> その、自分がこのどの竹が似合う、例えばスカートの竹だったりとか<ー>、例えばニーハイとスカートの間の竹を、私の感覚で言うと、あ、あ、はい、オッケーですって言っちゃえるのに、もうちょっと短くしたいですとか、絶妙な彼女の中での、 あるんですよ、多分、この、ここがいいっていうとか。ここ、うん、がね。そう。あとね、あの、愛ちゃんはさ、アイドルモードになると、お花が咲くじゃないそうそうそ、ん、う。お花が咲くって言い方でいいのかなうんうん、うん、まあでも、お花が増えるんだよね。そう。<laughs> そう<だ>通常時も、お花生えてるんだけど、うん、なんか倍由来に増える。増えるんだよね,だよねそ。そう、そのお花の、あの、髪飾りみたいなのを、うん、種ちゃん、お種を持ってきてて、うん、それを、 そのつける位置とかをいやそうなんですよ、うん、<れ>めっちゃ細かくやってんのよそう左右対称につけちゃうとちょっとアホっぽくなっちゃう、うん <laughs> 二次元のキャラクターがつけてると気にならないんだけどやっぱあの実際ね実在してるね荒沢の人間がつけるとやっぱりちょっと左右対称で高めでつけると気になるからメイクさんと必死にどこにつけたらアホっぽく見えないかみたいななるほどねそうやってたそれも見ててさ私横でめちゃ真面目なトーンだよこれアホっぽくないですか 言って言ってて。あててあ、そういう風に、その自分で、ここの位置だとこう見えるとか、うん、すごい追求してる。うん、たりとか、あと、うん、その撮影前に、あの、冬だったんだけど、うん、多分ちょっと寒いとさ、血流がこう滞ったりして、ちょっと顔色が悪くなったりする。うん、まあゾンビだからいいんだけどね。<laughs> なんだけど、それを対策するために、なんかね、うん、すごいね、首にね、 なんていうのあの、<え>でかいハンガーみたいな。首にかけ、首に猫つけてたのよ。うん、かけてたっけ何これと思って。うん、え、タネちゃんそれ何って言ったら、うん、なんかね、首の後ろに、うん、あのー、何、なんていうのお、あったかくなる。<ー>温熱パッドみたいなついてる。首にかけるさ、 なんか、着か出た。マッサージ機みたいな。そう。なんかヘッドホンみたいな形してすごいの。ネックマッサージ機なんかロボット来たんかなみたいな感じのタネちゃん。けてて。で、すごい説明してくれたの。これがこうで、めちゃくちゃいいんだよって言ってて、さすがすごいな。準備してきてるわと思って。割と多分それも結構、私の予想でいい値段するのよ。あ、でも結構お手頃です。よ本当ちなみにおいくらくらいですか多分でもね、 5000円しないと。おあ、そうなんだ。うん、なんか Amazon で買いました <laughs>。で、それをつけてて、あ,あ,あ,あ結構気に入って大事にしてんだなと思ってたわけよ。はい、うん。で、またにしは撮影終わって、うん、お帰り、お帰りなさい、バイバイって帰って、うん、バイバイって帰った後に、私が最後撮影終わった後に、なんかスタッフさんが、あれこのビニール袋、<laughs> コンビニのビニール袋に入ってる、このちょっとよくわからない機械、誰のですかみたいな、なってて、え 何何え、ビニール袋え、ゴミじゃないですかとか言ってパッて見たらさ、機械入ってんのその。ゴミみたいに。その大事にしてる機械、めっちゃなんか普通にゴミ袋みたいなとこに入ってて。<laughs> 大事にしてない。で、それを置いて忘れて帰っちゃうのよ。うん、あんなに大事にしてたじゃんみたいな。首つけて帰るよそう、首に存在感めっちゃあんのにさ、うん、それ忘れる種ちゃんみたいな、そういう、 おっちょこちょいなとこが。ずっと繋がった。そういうことだったんですね。そうですね。忘れもしがち。ちゃあるよね。あるよね。るね<外>おっちょこちょいはでもね、それもう事務所にもバレてるので、うん。マネージャーさんが、タネダさん、忘れ物ないですかって <laughs> <ー>。確認してくれるんだけど。割とね、タネちゃん忘れ物多いのよ。そう,そうなんですよ。 聞いたことあるかも。あるマネージャーさんの。ただじゃ忘れ物してないですかあるかも。よし、じゃあ、おっちょこび魔人忘れ物番長にしよう。ああ。そうしよう。え、自分でもやっぱ自覚ある自覚あるね。自覚あるのに、あの、最終確認しないから。うそうそうそう。あ、そう。あと、なんかすごい行動力だなと思ったのが、あの、今日、 なんか、スカートを履いてきてくださいって、うん、ロングスカートっぽいので、みんな揃えて撮影します。って言われてたのに、あの、覚えてたんだけど、みたいな。家出てから、なんか、忘れてたことに気づいて、みたいな。もう、その内容もちょっとわかんないんだけど、<laughs> <う>忘れてることに気づいて、うんうん あの、スタジ撮影するスタジオに来るまでの道中で、今日買ってきたんだよね、このスカート。って言って、言ってるどでもなんかウエスタが大きかったみたいで、それをどう、どうこう止めるかみたいなのをめっちゃやってたよね。メイクさんにね、安品で止めてもらやってたよ、ね。そう。そういうところ。着しないで買ってるからね。結構あるよね。あるね。自覚はあるその日はね、多分ね、あの、玄関が中に置いてきたのかな。あの、本当は履こうと思ってたやつを。 え忘れてやばいやばいやばいやび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 だよね。で多分あのたまたまねデパートみたいなのがあったから爆速で買ってそう飛着なさいますか。いいですっつってもう買って持参しましたね。だけどその焦ってるのが種ちゃんって見えないのよ。あのポーカーフェイスでそのあの鼻つけてる時にアホみたいじゃないですか。アホみたいですよねこれって言ってる感じで大丈夫ですお願いしますってクールに。 な、だから、焦ってないぐに内心ね、もう、汗ダクダクなのよ。そうなの冷や汗ダクダクで焦ってるんだけど、焦ると迷惑かかっちゃうかなと思って、やってんだけど、逆に冷静そうにしてるから、マネージャーさんとか最初は、あ、忘れ物大丈夫なんですねって信用しちゃって忘れ物してるから、こいつはポーカーフェイスしてるだけで、全然おっちょこ掃除だろっていうのが、わかった、じゃもう。だんだんバレてくるって。おっちょこ帯魔人、忘れ、忘れ物館長ポーカーフェイスにしよう。 <laughs> 一番長いやつあげる。一番長いやつをあげる。ラップみたいになっちゃってる。おっちょこびジン、うん、忘れ物番長、ーーポーカーフェイス、種田リ沙。いや、意外なね、一面ですね。そうですね、全部のセリそうなんですよ。種、えー、ちゃん、結構そういうとこがあって、えー。もういろんな人に支えられてね、私の。